見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。なぜ悪人の弁護をするのか、とよく聞かれる。その時、生涯弁護人、弘中淳一郎はこう答える。なぜあなたは悪人というのですか？悪人かどうかは判決が出るまでわからない。だから徹底的に調べ、考え、訴える。100点無罪がすべて。プライベートなおしゃべりをした記憶はなく、飲食を共にすることもなかったけれど、カルロス・ゴーンさんの人柄に触れたことは何度かあります。保釈中、平日はほとんど毎日私の事務所にやってきましたが、ゴーンさんには、交通手段の問題がありました。世界中に顔を知られているので、地下鉄を使うのは無理ですし、行き帰りにタクシーを拾うのも大変です。そこでハイヤー会社と契約をして、送り迎えを頼むことにしました。引き受けてくれるところを見つけて、こういう条件でやっと見つかりましたよ、と告げました。喜んでくれるだろうと思っていましたが、彼はこう言ったんです。買い見積もりを出してほしい、極めて合理的な考え方をすることはよくわかっていましたが、まさかここまで徹底しているとは、びっくりしました。こんなこともありました。事務所内でたまたま顔を合わせたとき、彼は、Uber Eats で昼食を取り寄せていました。彼が食べていたのは豚骨ラーメンでした。彼は、カリスマ経営者、セレブ、と呼ばれているが、庶民的なところもあるのだな、と妙に感心してしまいました。こうした出来事から、ゴーンさんはなかなか面白い人だな、という印象を受けました。ただ、彼は私たちを裏切る形で日本を出て行った。私には、裏切られた、というより、せっかくここまで一生懸命やってきたのに、という残念な気持ちが強かったです。彼は性格的に打ち解けて雑談をするという感じでもありませんでした。逆転無罪にする自信はあったのですが、親しくなるのはなかなか難しかったんです。逃亡後には検察から事務所の家宅捜索を受け、彼が使っていた部屋の扉の鍵穴を電動ドリルで破壊されました。世間を驚かせた日産ゴーン事件の主役、カルロス・ゴーン氏をこう振り返るのは、19歳月から彼の弁護を担った弘中淳一郎氏、76歳である。新刊、生涯弁護人、講談社を上司する弘中淳一郎氏の弁護士人生はすでに50年を超え、手掛けた事件の数は000近くに上る。数々の有名事件で無罪を勝ち取り、無罪請負人と呼ばれる弘中氏は、どんな依頼人と会ってきたのか。これまで手掛けた事件の中で、特に思い出深い人は三浦和義さんです。81年、ロサンゼルスを旅行中の三浦和義夫妻が何者かに銃撃され、妻が死亡する事件が起きました。その後、三浦さんが保険金目当てに妻を殺害したのではないかという疑惑が膨らみ、都市近くメディアの集中砲火を浴びた末、殺人未遂と殺人の2つの事件で逮捕、起訴されたのです。この、ロス疑惑、で私は、三浦さんの弁護を担当し、有罪判決を下した一審裁判所の論理に反論、検察の主張を突き崩し、3年、控訴審で逆転無罪判決を勝ち取りました。私が三浦さんの事件を受任したのは、彼が散々メディアに叩かれていたからです。これだけ世間から注目されている事件の真相はどういうことなのか、逆に興味を持ちました。弁護士とは一種の喧嘩売買業で、激しい喧嘩ほどモチベーションが上がります。現地にど飛んで事細かに実況見分をし、三浦さんの主張には説得力があると判断しました。三浦さんはタフで行動力があり、合理的な考え方をする人でした。彼は拘置所に拘留されていた時、様々な通販カタログや広告類を取り寄せていました。世の中のことをよく知るためです。日本では、どんな新商品が出ているかを非常に詳しく知っていて、拘置所の職員が、何かいいものはないかと聞きに来るんです、と言っていました。